遠鉄百貨店本館5階おもちゃ売り場にやってきました。こちらは3月5日リニューアルオープンをしました。ということで早速お話伺います。店長のあひこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どういった部分がリニューアルされたんですか？今回は遊びながら学べるをテーマに、商品の方を小さなお子様から遊べるものを揃えさせていただいております。対象年齢はどんな感じですか？3歳前後なんですが、ベビーカーを引いた、親御様等々が選びやすく買いやすいものを中心に揃えさせていただいております。今回は展開が増えたおもちゃもありますよね。はい、今まで少し数が少なかった木製玩具を、多めにさせていただきまして、小さなお子様から大きな大人の方まで遊べるような選びやすいものを揃えております。それでは早速ご紹介いただいてもよろしいでしょうか？はい、よろしくお願いいたします。早速こちらのコーナー皆さんにご紹介いたします。さあ、こちらには大人の私でも手に取って遊びたくなるおもちゃが並んでいますよね。ありがとうございます。どんなコーナーなんでしょうか？こちらの方ではおもちゃ売り場にまず来たお子様たちが思わず手に取って遊んでいただけるようなスペースとなっておりまして、商品を、箱から見るだけではなくて遊びながら選べるという形のコーナーとなっております。親御さんと一緒に来てお子さんが手に取っている姿を見るとお子さんが興味の持っているおもちゃがすぐ分かりますよね。そうですね。こちらとしてもやはり小さな自分のお子様が遊んでいるもの、それを見た親の方も一緒になって遊んでいただける、はい、そんなコミュニケーションが取れる場とも思っております。こちら、おもちゃ売り場では良い子におもちゃを通じて幸せを届けられるような楽しい、いつ来ても遊べるおもちゃ売り場を目指していきたいと思いますので、皆さんのご来店お待ちしております。